鈴木寛先生は私の尊敬する人です。先生には半年間学生時代お世話になりました。そこでは政治の表だけではなく裏側に関してもお話しいただいたりとかして、政治に対してすごく興味を持てるようになりました。先生と夜通し話して議論したことはとても思い出に深く残っています。先生頑張ってください。